酒祭りの会場には開始前から長い列ができていました。全国からおよそ800の銘柄が集められ、来場者は事前に購入したチケットで思い思いの日本酒を注文し味わっていました。美味しいです。なんかもうあっという間になくなったお酒もあるそうで、こんなにいっぱい地域のお酒があるなんて思ってなかったので、ちょっと寄り道しつつ楽しもうと思ってます。酒蔵通りでも様々なイベントが開催されていました。こちらの酒蔵では来場者が参加して鏡割りが行われ、樽酒が無料で振る舞われました。こちらでは酒祭り限定の濁り酒が販売され、買い求める人が次々に訪れていました。酒祭りは明日も開催され、2日間でコロナ禍前と同じ20万人以上の来場が見込まれています。